なぜ人を武士にするのか考えたことがあるか。大使は皆目的のために作られて力を与えられる。だが人間は違う。何かを願い、何かを信じる心の力で限界を乗り越え、無限の力を手に入れる。その力を借りだけ、大使は武士を選ぶ。君たちは愛を破る力を手にしているか。あとは使命を全うするのみ。拒みは全ての無駄にです。悟空の犠牲もグランパルスの犠牲も、だが神を呼び出せば必ずや世界は再生され、万物が神の許しを得て、世界は新たに生まれ変わる。さあ、ラグナロクとなり、私の光に満ち。やめてくれ。壊れた虫に用はない。私がやる。オーファンは私がぶっ壊す。ラグナロク、世界を破滅に導く罪深い希望、救済という名の罪を担うか。ああ、全部背負ってやる。ダメ、私は大丈夫だから誓いを忘れないで。悟空を守るって一緒に誓ったよ。そのずっと前に誓ってんだ。家族を守るってんだ。ファング、こうするしかねえんだ。やめろ。どいてろ。やけ起こすんじゃねえよ。お前ら、バグナを傷つけてどうする。一人で背負うな。これが私の使命だ。邪魔すんなら。新しいルビスタルの神話が始まる。
絶望だけじゃない、みんな守りたいものがあったから。